迎えたこの年の暮れ、発表します。第17回日本優先大賞はテレサ・テンさんに決定いたしました。思わず万歳をして引退を抑えました。日本優先大賞はリクエストの多さが選考基準。1年間を通してテレサの償いが最も多くのリクエストを獲得したのである。嬉しそうです。これまでにない大きな日本での栄光、テレサは見事に復活を果たした。はい、さあよかったね。テレサの歌が一番大衆にみんなに10円玉一個一個でつながったわけ。本当にありがとうございます。はい、それじゃあ一つ考え一つを歌ってくださいよ。はい、本当におめでとうございました。第17回日本優先大賞受賞です。テレサ・テンさん、償い。窓に西日が当たる部屋はいつもあなたの匂いがするわ。一人暮らせば思い出すから、壁の傷も残したまま置いてゆくわ。愛を償えば別れになるけど、こんな女でも忘れないでね。優しすぎたのあなた、子供みたいな償いの大ヒットでテレサは名実ともに日本歌謡界のトップスターになった。